枕の下に夢で見たいものを置いて寝ると、それに関する夢が見れるって言いますよね。そこでアベルさんは、とある本を置きました。すると、次の瞬間には朝になってたんだぜ。みんなずあい好き、新たなモンスター紹介企画。何それ初めて聞いたけど、みんなが大好きなのはワイだけやで。いや、思い出してみてくださいよ。今までにゾンビとかクリーパーとかゴーレムとか紹介してきたじゃん。まあ、そんなこともあったような。そう、その流れで来ましたら。なるほど、スケルトンを紹介するのね。いやいや、ここは変化球で羊やで。どれも違う。エンダーマンだよ、エンダーマン。エンダーマンの紹介ですよ。ああ、そんな奴もマイクラにいたな。そんな存在の薄いやつだった?いや、エンダーマンの紳士か、凶暴なやつしか想像できないんだけど。まあ、エンダーマンって普通に強敵だからね。そして今回追加したのはこちらの13体のエンダーマンたちだ。13体、幅広いエリートエンダーマンを拝めるやで。友好、中立、敵対、どれから見ていきたい?いや、友好に決まってるだろ、普通に考えて。普通に考えて友好からいきたいと思います。それじゃあまずはファーランダーの紹介だ。ファーランダー?あ。普通のエンダーマンより背丈が低いね。まあ、バニラでいう村人と同じポジションだね。このように攻撃が可能だよ。見たことない鉱石だな。てか、さっきからこいつは何を喋ってるの?ああ、これはエンダー語だね。アベルさんも習得しようか迷ってるんだよね。絶対に解読できねえよ。村人と同じで何言ってるかわかんないやで。いや、ちょっと落ち着きなさすぎない?てっててててめえ。ベッドの上に行きたかったのかな?あんたのベッド占領されてるねー。ははは、まあ仏のアベルと言われてますし、こんなことで怒らないですよ。ちょっとそこから離れようか。全然離れないね。人様のベッドの上に立つなって言ってるんだよ、このクソガキが。完全に舐められてるやで。もしかしてアベル、キレてるの?全然キレてませんけど。そしてお次に紹介するのはエルダーファーランダー。うるさいのが増えたな。こいつは長老みたいなポジション。うむ、攻撃も可能で村の長って感じだね。なんかデザイン的にちょっと気に入ってるよ。エンダーマンでも差別化がしっかりとできてるね。ああ、またベッドの上に立ってるやで。どうしてお前たちは人のベッドの上に立ちたがるんだ。そして最後の有効モブ、ワンダラーだよ。あ、またこいつもベッドに行ってないだと?いやー、ワンダラー君は勝ってるねー。こいつは放浪者で、最初の2体とは少し違うね。確かに、取引内容も違って。いや、取引内容ゴミー。絶対に自分でクラフトした方がいいやで。まあまだ駆け出しの放浪者かもだからね。この3体が有効的なエンダーマンだよ。なるほど、バニラの世界の村人って感じなのね。いやだからお前たちさ、ベッドの上に立つなって何度も言ってるよね。なんとしてもベッドの上に立ちたいエンダーマンたち。それほどまでに惹かれる何かがあるってことやで。長老、こいつらはさっきから何を言ってるんですか?ああ、気にする必要はない。下等生物たちの言葉に耳を傾けるな。変な言語を喋る生き物なんですね。ほんと教育がなってないったらなんの。アベルさんの顔が丸いうちにやめておけよ。まんじゅうの間はセーフってことだね。なんだかすっごい見下されてるような気がするやで。お次に紹介していくのはミスティックエンダーマン。え、魔法の杖を持ってる?うむ、エンダーマンの魔法使いだね。こいつを怒らせると色を女攻撃をしてくるよ。なるほど、魔法を使った特殊攻撃ってことね。アベルが内側から爆破したり、外側からも爆破したり、みたいなことはないのでご安心ください。なんだよつまんな、中立だから、普通に目を合わせたら、怒るので、一度目を合わせてみようかね。ほーらガン見しちゃってるよ、すっごい凝視してるよ。いや、普通に殴りに来たけど、必ず魔法を使うってわけではないのか。ああ、多分、殴ったら魔法を使うのかな?きたきた盲目状態にされたよ。いや、めっちゃ短い盲目だったな。実は結構優しいエンダーマンなんじゃないか?いや、ほら次は盲目鈍足弱化の3連発だよ。なんで君は嬉しそうなの?でも、そこまで魔法使いって感じではないね。お前の杖は飾りだったというのか?そしてお次に紹介するのはエンダーミニオンだ。え、なにこいつこ、わ、明らかに今までのエンダーマンと違うんだけど、声もうなり声みたいで不気味やで。いやいや、何をおっしゃいますか。このエンダーミニオンに、リンゴを与えますよね。するとペットになるんですよ。はぁ、ならなくていい、本当にならなくていいよ。ならなくていいとは何ですか。この子の前でそんなひどいこと言わないでもらえますか。確かに、このエンダーマンはもうアイたちの仲間なんやで。はぁ、もっと可愛げのあるエンダーマンだったらな。ちなみに剣を持たせることができるよ。どう?気に入っちゃった感じ?別に。ほらミニオンくんが悲しがってるじゃんか。ひどいやで、当てねひどすぎるやで。ただのうなり声だろ絶対に。まあ、前に出て戦ってくれるならいいんじゃない?よかったなミニオンくん、当てねが認めてくれたよ。
そしてお次はミスティックエンダーミニオン。あれ、こいつってさっきの、先ほど紹介したミスティックエンダーマンのミニオン版だね。まさかのペットにできるエンダーマンが2体いたのか。どうして2体とも気持ち悪い見た目にしちゃったかな。だから本人の前で言うのやめてもらえます。ほら、仲間になれて嬉しそうだよ。感情があるようには思えないけど。仲間になれて嬉しいって言ってるやで。俺たちも仲間になってくれて嬉しいよ。全てにおいて気持ち悪いんだよな。そしてお次は敵対モブ、エンダーゴーレムの紹介だ。めちゃくちゃ強そうなやつ来た。あれ、ファーランダーの方に向かってる？いや、しっかりとアベルさんに敵対してるみたいだね。いいぞミニオンたち、こいつを倒すんだ。いや、味方のミニオンが燃えちゃってるよ。相性最悪なんじゃ。まだ魔法を使い慣れてないだけだから。むしろミニオンの方を狙ってないかやで。ははは、こうやって戦闘経験を積んで強くなっていくのさ。でもしっかりとエンダーゴーレムに攻撃は当たってるよ。うおーおーおー、ナイスだミニオンたちー。近距離と遠距離のエンダーミニオン、連携が取れたら絶対に強いよこの二人。ちょ、アベルさんのことそんなに褒めるんじゃねーよ、照れるだろい。どう考えても褒めてるわけがないよね。そしてお次に紹介するのはルーター。あ、なんかファーランダーと似てる。悪い道へと進んでいってしまったファーランダーだね。構成できずにグレた人生を歩んじゃったんやで。そしてこいつの特徴として、あれ剣が取られちゃった。相手の武器を盗むという早技を持っているのだ。シンプルに厄介なモンスターだな。それにしてもミニオンたち全然戦ってないけど。こっこではアベルさんの命令に従って待ってただけであって、だから攻撃する相手が違うよね。もうわざとやってるだろあいつ。ほぼ全弾ミニオンに当たっちゃってるやで。ちょっと連携がね。いや待って、お前たち喧嘩は良くないよ。ちょっと早く止めてよアベル。ほらとりあえずリンゴでも食べて。あっつー、やばいってこのまま。あひねえ。今のところカットでお願いします。もう手遅れだよ。そして最後に紹介するのはタイタン。いやでかすぎない？普通にボス級のやつじゃねえか。このように高い高いをしてくることがあります。お願い話しても十分だから。全然シフトで話してくれないやで。ミニオンくん、あいつがいじめてくるの。いやー、どう考えてもミニオンじゃ勝てないでしょう。二人揃ってたら。いや、俺がペシペシされてる間に攻撃をするんだ。まさに連携って感じじゃないか。本来なら立場が逆な気もするけど、でもいい感じだよその調子。タイタンの体に何か起きてるやで。きっと体力が少なくなると覚醒するあの現象だ。タイタン討伐だー。すごいよミニオン、めっちゃ強いじゃん。ミニオンが一人で勝ったって感じだね。え？やっぱり頼れるのはミニオンだったんやで。いや、アベルさんは？だよな。俺とお前のおかげだよな。多分そんなこと言ってないよ。といったところな感じの今回は、のし、